緑着てきました。でワンスカートの紹介に移ります。はい、コットンボリュームスカート品番 M3681 です。こちらはオンサイズになっておりまして、カラーがアリちゃん着てくれておりますグリーン。はい、そしてあとブラック、あ、ごめんなさい、そうパープル、そしてブラック、はい、そして私みちゃんが着ておりますホワイトの4色展開になっております。はい、ではお値段いきます。はい、じゃん、2790円。イエーイ。でこちらが今日18時発売で、金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。ではハリちゃん、おすすめポイントをお願いします。このスカートのおすすめポイントですね、まず一番のおすすめポイントはフレアのシルエットですね。ボリューム感がめちゃくちゃ広がってて使いにくいっていう、デイリーシーンで使いにくいってほどではなく、けどすごい高見えするぐらいのボリューム感で可愛いのと、コットン素材で、あとウエストが総ゴムでギャザーなので着脱しやすいのと、あと楽チンなのと、体型カバーができるシルエットになってます。あとはカラーがとっても可愛いのでめちゃくちゃおすすめです。はい、以上ですかね。はい、あ、ベスト気になってて絶対買うやつって、ね、これワッフル素材の、可愛い、初めて見たね、ほんと可愛い、この合わせ可愛いなと思ってて、ここが中がロゴトップスとかでも可愛いかなって思います。確か、これこの中から見せたら絶対可愛い、ね、可愛いと思います。可愛い可愛い、さっきのスカートより伸びいいですか、ゴムのことかな、うん、ゴムはこれもかなり伸びるのでこんな感じで伸びます妊婦さんも着ていただけるかなって思います。こっちの方はもしかしたらすっごい陰月とかになってきてもゴムは苦しく感じにくいかもしれないですね、はい、あ、マイマイ品番のスカート、あ、そうか、これマイマイ品番だったっけかな、ちょっとごめんなさい、パッと分からず申し訳ないんですが、これもめっちゃ可愛いです。あ、ベストの品番お願いします。ベストの品番、ベストの品番ついてない、多分ここかな、C6223 です。はい、ありがとうございます。塩の出来やすさどうですかって、コットンなんでちょっと気になるかもしれないんですけど、アイロンできるので普段ね長時間座ってるとかだったらちょっと気になるかもしれないですけど、うん、生活してる分には気にならないかなと思います、うん、あとファイトスカートより目立ちづらいと思います。そうですね、こんな感じでタックがたっぷりあるので、うん、ブルジャックがね、うん、目立ちます、目立たなさそう。もう少し後ろに下がって足まで全身見せてもらえますか、感じですかね。152センチと162センチです。私はね正直足底を履かないと不安になってしまう、あ、結構長めの丈感です、うんうんうんはい、なのでちょっと階段とかを気をつけてこうした方が痛いですね、うん、私はスニーカー合わせてペタンコで履いててこんな感じです。いい丈、ね、めちゃくちゃいい丈、ポケットないですか。ポケットはないです。ないですね、ないので、あのちっちゃいね、今はどこかな、こういうの、これはレタスの商品なんですけど、こういうちっちゃなポシェットと一緒にね、はい、していただけたらいいかなと思います。はい、ベスト発売してますかって、ベスト発売してるはずです。です、はい、はい、じゃあちょっとカラーを変えていこうかな。はい、私ちょっとじゃあ変えます、はい、あ、ベストをみーちゃんに着てほしいですって言ってて、あ、じゃあおしゃべりコーナーでお時間あったら、はい、コートの紹介終わってからにします。はい、お二人の推し色は何色ですか。え、私の推し色はこれですね、パープルですね。あんまり普段見ない、売ってないお色かなって思うのと、私もクローゼットにあんまりないお色なので買うならパープルかなって感じです。ロゴティアースとかで、下コンバース、靴コンバースとかでも可愛いかなって思います。ウエストのゴムは固めですか。いや、意外にも柔らかいんですよ。コットン素材なので固めかなって思うかもしれないんですけど、このウエストの部分が結構ギャザー入ってるのでめちゃくちゃ柔らかいです。ベストは買い発売でしたね。あ、
ありがとうございます。あ、ベストをみーちゃんに着てもらいたいです。裏地はどうなってますか？スカートの裏地はですね、こんな感じでしっかりついているのと、もう丈も長めに足首付近までですかね、すねと足ふくらはぎちょっとやや下ぐらいまでしっかり裏地ついています。けど薄手なので、あの暑いとかひっつくとかもいいかなと思います。アリちゃんはブルベですか？アリちゃんはイエベ春です。たまに診断によってはブルベ冬になる時もあります。ちょっとまだ自己診断ですもんね。自己診断で、はい、プロに見ていただく機会があればまたお伝えしますね、うん、スカートワンサイズみたいですね。はい、スカートはワンサイズです。パープルいい色ですね。めちゃくちゃいい色ですよね。グリーンもすごい大人っぽくて可愛いです。B さんとかサンダルとか合わせてラフに着てもらっても可愛いかなと思います。上にキャミソールとか着てもらって。アリちゃんはベストは白のがおすすめ。いや、黒もすごい可愛くって、ちょっとさっき鏡合わせでここに出てくる前に隠した時に白の方がちょっと夏っぽいかなと思ったので、下がグリーンだったので黒はやめて白にしたんですけど、黒もすっごいおすすめです。お待たせしました。かわいいパープルが似合うっぽくって見たいってコメントあったので、うん、かわいい黒にパープル合わせたら絶対かわいい。かわいいで、さっき紹介してた新作です、うん、トップスも、うん、かわいい、かわいい。トップスが1490円に見えない。いや、ほんまにそう、ほんまにほんまにそう見えない。はい、じゃあちょっと申し訳あるので、はい、ちゃんにも着替えてきてもらいます。はい、ベスト、じゃあおしゃべりコーナーでちょっと来ますね。スカートの紹介ちょっと終わって感じします。ありがとうございました。ね、パープル可愛いですよね。黒にパープル、大人っぽくなるから可愛い、うん、可愛い。この合わせしてほしい。何色がありますかですかね。4色展開になってます、はい、そう、買ったから私今スクエアタンク着てるからかな、ちょっと工夫してもらったら全くなるかなとは思います。うん、ちょっと今やりましたが、ね、いけそう。スパレートでも腰回り気になりません。私ね、もうザ骨格ストレートっていう感じの骨格なんですけど、フレアスカート自体がそんなにめっちゃ得意かって言われるとそうじゃないんですけど、このたくさんのタックでなんか目くらまししてくれてるっていう感じにします。着やせというよりかは前傾カバーですね、このスカートは。なので、あのトップスに得意な形持ってきてあげたりとか、パーソナルカラー得意な色持ってきてあげると細身にして着ていただけるかなと思います。お、かわいい、ちょっと綺麗めで、モノトーンコーデで可愛い。靴もモノトーンで、靴もモノトーンです。レディーライクな感じで、レディーライク合わせてきました、うん、あ、そう、バッグ私物っていただいてるんですけど、これカミングスーンのやつ。カミングスーンです。めちゃくちゃ可愛いです。スタッフ全員欲しいって言ってるバッグ。ちょっとサンプル黒だけあったんで合わせてきましたが、めっちゃ可愛いです。これまだだいぶ先だと思うんですけど、楽しみにしててください。スカートオールシーズンいけますか？どうでしょう。タイツ履いたら冬でもいけるかなって思うので、オールシーズンいけると思います、うん、秋口も全然使っていただけるお色味かなって思うので、春夏はね全然問題なくいけるので、うん、です。そう、バッグ高見えすぎんって。本当にこれやばいですよね。ほんまに高見え。ちょっと楽しみにしててください。あ、センスな感じで素敵って。いや、ありがとうございます。かわいい。ね、黒も可愛いですよね。ね、黒もね、シンプルにね、モノトーンコーデしていただいたんです、うん、ちょっと最初ベージュ系のトップス着るか迷ったんですけど、うん、さっきちょっとカジュアルだったので、うん、ちょっと女性っぽいコーデにしようかなと思ってブラウスにしました、うんうん、アリちゃんいろんなスタイリングできてすごい可愛い、おしゃれね、嬉しいです。ありがとうございます。お役に立てれば嬉しいです。皆さんのアリちゃんのトップス教えてくださいって。実は結構なブラウスなんですけど、結構なブラウス、そう、こういうちょっとフレアな
ブラウスなんですけど、全然そうなんです、インできるので、はい、C6217 です。私が今着ているトップスですね、はい、ノースリーブとハーフスリーブの2タイプございまして、ベージュ、ピンク、ブルーパープル、ブラックの4色展開です。お値段がなんと1490円です、はい、そして同素材のスカートもございます。はい、こちらがメロープリーツバーのスカート、品番 M3692 です。お色がですね、ベージュ、ピンク、マスカットグリーン、ブルーパープル、ブラックの5色展開、お値段1990円です。はい、そして、
最後に紹介しましたのが、コットンボリュームスカート品番 M3681 です、お色がホワイト、グリーン、パープル、ブラックの4色展開です。お値段2790円です。はい、そして合わせてたのがあきこさんコラボのこちらの V ネックストレートサロペットスカート品番 E2992 です。リネンナチュラルとリネンブラックっていう新色が出ててまた可愛くって、アリちゃんが合わせてくれてたので参考にしてみてください。あとジデも合わせてましたが、こちらは日曜日本番になっております。はい、ではおしゃべりコーナーに行くんですが、私が何着てほしいだったっけ、ベストかな、黒のベストだ、はい、ベストだ、ベストだ、みーちゃんのネックレスはレタスのですか。レタスのじゃないんです、私物なんです。私物らしいです。みーちゃん、そのまま黒のスカート履いてセットアップ見せてって来てます。黒のスカート、私がでもいいかな、ポッていいかな。あ、そうですね、そうしましょう。じゃあ、アリちゃんに着てもらいます。で、私はこっちで羽織りますね。大人っぽくなるかなと思います。ボタン閉めてもこんな感じで一気に畳み、あきこさんのリネンのワンピース着用しましたか。はい、ベージュの方を着用しました。 S サイズを着用しましたのでまた見てみてください。ありがとうございます。見返しますね。 ありがとうございます。お願いします。アリちゃん、最近のリアルバイまたストーリーズ載せてほしいですか。かしこまりました。もういろいろたくさん買ってるのでまたいろいろご紹介していきます。みーちゃん、サロペの新色お願いします。サロペの新色、ちょっと待ってくださいね。ジレ全色着てほしい。あ、ちょっと羽織ってみますね。これもまた可愛い、可愛い、本当に、うん、スカーバスめっちゃいいですね。可愛い可愛い、スカートとも相性がバッチリです、よし、大丈夫そうですか。ちょっとあきこさんのも着てこようと思うんですか。あ、はい、サロペット着てみて出てるので、そうですね、着てきてもらいましょうか。じゃあ、ね、ベスト、こんな感じでした。可愛い、似合ってます。お願いします。はい、お願いします。ジレ、生地分厚めですか。え、ジャケットってほどの分厚い感じもなく、結構柔らかい素材なので、分厚い、夏に分厚いって抵抗があるほどの分厚さではないです。カラートップスに合わせるジレはベージュかモカどちらがいいですか。そうですね、カラートップスか、色にもよるんですけど、ベージュの方が色、お色選ばずに結構色物でも持ってきやすいかなとは思います。ジレってみーちゃん来ましたか。はい、来てます。ちょっと前に来てます。ベスト、黒も可愛いの一緒迷ってる。迷ってますよね、私も欲しくて。ジレちょっとあんまり普段着ることがないので今回挑戦してみたいなって思ってます。黒か迷いますよね、めっちゃ。パーソナルカラー教えてください。パーソナルカラーはイエベ春です。たまにブルーで冬にもなるので、ちょっと確定したらまたお伝えさせてください。ジレはこの間紹介したものですか。そうです、日曜日販売のもので、火曜日にも紹介しているジレになります。後ろがこんな感じです。クリアスカート合わせでもね、すごい可愛いので、ジレボタンしたら横幅で太って見えるから、いや、さっきも私黒のJ
ジレの時もボタンしてたんですけど、こんな感じで、でもちょっとフレアスカートはしてるので、ここが広がり気味なんですけど、パンツとかだったら全然、もっと気にならずに着ていただけるかなと思います。ボタン閉めても全然大丈夫だと思います。